こんにちは。今回はかつて北海道で最大級だったアウトレットモールに向かいます。このアウトレットモールはオープン当時は北海道で最大級の大きさを誇っていて、たくさんの人たちが足を運んでいました。しかし現在は店舗も来場者も減少し閑散としています。このアウトレットモールのあるところは北海道の空の玄関口、新千歳空港がある町、千歳市で、店舗も来場者も減少したアウトレットモールの名前は千歳アウトレットモールレラです。千歳アウトレットモールレラは道内初のアウトレットモールとしてオープンしました。最盛期には145店舗が立ち並び、450万人もの来場者が訪れる人気ぶりでした。そんなたくさんの来場者が訪れていたアウトレットモールレラですが、現在はほとんどのテナントが閉店し、残っているのは4店舗だけです。今回は千歳アウトレットモールレラの現状と歴史を紐解いていきます。千歳アウトレットモールレラに到着です。千歳アウトレットモールレラは世界有数の不動産投資の運用会社アメリカのラサールインベストメントが2005年4月に北海道初のアウトレットモールとしてオープンしました。ちなみに名前のレラとはアイヌ語で風を意味しており、北海道の心地よい風を感じながら買い物ができる屋外散策型のモールという意味で名付けられ、オープン当初は95の店舗が出店していました。アウトレットモールレラは北海道の玄関口である新千歳空港の隣接地に位置し、北海道全域からのアクセス手段が豊富で、立地、商圏、距離、規模等の成功条件が全て揃ったアウトレットモールでした。オープン当初アウトレットモールレラの目標は年間の来場者は350万人、売上は140億円の目標を掲げていましたが、北海道初のアウトレットモールということもあり、オープンした年は目標を大きく上回る450万人もの来場者が訪れました。予想以上の来場者が訪れたのをきっかけに、2007年4月には建物を増築してグランドオープンし、店舗数も95店舗から145店舗となり、さらに規模を拡大しました。これによりグランドオープンから20日間で来場者数が60万人を突破し、その盛況ぶりを見せました。たくさんの来場者が訪れ順風満帆に思えた千歳アウトレットモールレラですが、ここからは苦難の道を歩むことになります。千歳アウトレットモールレラは今まで競合する施設がありませんでしたが、2010年に車で40分の距離にある北広島市に新たなアウトレットモール三井アウトレットパーク札幌北広島がオープンします。三井アウトレットパークは道内初出店のブランドを引き連れてオープンしました。この時レラに出店していた約20ブランドの店舗を引き抜いたとも言われています。競合する三井アウトレットパークがオープンしたことで、レラは三井アウトレットパークに対抗するため約10億円を投じて2度目の増築を行い、屋内型スポーツテーマパークの千歳マッスルパークとテナント30店舗がオープンします。千歳マッスルパークはテレビ番組の筋肉番付シリーズやサスケで登場した一部の競技をほぼ忠実に再現している日本でも数少ないスポーツテーマパークです。
デラはこのアトラクションをオープンすることにより、来場者の滞在時間を延ばす狙いがあったようですが、思うように集客できず、わずか1年で閉鎖となってしまいます。その後、フードコートをリニューアルしたり、新たな店舗の出店がありましたが、三井アウトレットパークの影響により、来場者も店舗数も徐々に減少していきます。さらに、2020年に確認されたコロナウイルスにより、観光客の動きが鈍くなったため、追い打ちをかけるように店舗が減少してしまいます。厳しい経営が続く中、2023年12月にアウトレットモール、デラの運営者から、各テナントに今後新規のテナント募集は行わず、出店者との定期建物賃貸借契約についても、契約期間の満了をもって終了させる、という内容の文書が送られました。このような文章が送られたせいかわかりませんが、さらに店舗が減少し、2024年8月時点で、アウトレットモール、デラには8店舗のテナントが残るのみでした。同年10月には、さらに店舗は減少し、最盛期に145あった店舗は4店にまで減少してしまいます。そして、同年11月1日には、大規模小売店舗立地法の条件を満たしていないため、大規模小売店舗の廃止を北海道に届け出ます。このような状態になっても、運営者より営業終了日の告知は未だにありません。おそらく、すべての店舗が閉店したら営業終了ということになりそうです。営業終了がいつか、はっきりしない状態のアウトレットモール、デラですが、なぜ、衰退してしまったのでしょう。原因はいくつかありますが、2010年に三井アウトレットパークがオープンしたことが一番の原因でしょう。三井アウトレットパークは、デラよりも札幌から近い場所にあり、わざわざ遠くにあるデラまで行くなら、近くにある三井アウトレットパークに行くと考える人が増えたようです。札幌からの来場者が少なくなっても、新千歳空港がすぐ近くにあるので、一見空港利用者の集客を見込めるように思えます。しかし、新千歳空港は日本で3番目に旅客数が多い空港で、施設が充実しているので、思ったよりデラまで足を運ぶ観光客は少なかったようです。あと、デラのような屋外型のアウトレットモールは天候に左右されるので、北海道のような雪国では不向きな施設だったことも原因だったようです。アウトレットモール、デラは現在も4店舗のみで営業しています。ただ、4店舗で営業しても来場する人はかなり少ないので、早々に閉店してしまった方が良い気がします。どちらにしてもこの状況では長く営業することはないでしょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。